アミ、小さな宇宙人、エンリケ・バリオス、徳間文庫、前書き、アミの大切なメッセージの伝達者としての役割を私に与えてくれたことを宇宙の魂に感謝します。このメッセージは、受け手に認められて初めて、 有効なものとなり得るのです。この本は現在11種類の言語に訳されていますが、これは十分すぎるほど認められていることだと思うので、とても嬉しく感じます。アミの読者はすぐに気づかれると思いますが、日本は私にとってとても意味のある国なのです。世界的に有名で、 才能あふれる漫画家のさくらももこさんにイラストを添えていただけるというご好意と神話力の法則で、アミは突然起き上がりました。さくらさんはアミに心を打たれたと書かれましたが、私もまた彼女の優しさと、ももこの生き物図鑑に胸を打たれました。 私は別の世界の兄弟たちのように、遠すぎて目に見えないような世界の者たちに惹かれます。らさんは小さな虫や小鳥、ミミズのような近すぎて目に見えないような世界の者たちに惹かれます。私は彼女に感謝し、この巡り合わせを引き起こしてくれた宇宙に感謝します。 間違いなく、これは数限りない人々の喜びと光を与えてくれることでしょう。ブエノスアイレス。2000年の春の初めの日。エンリケ・バリオス。イントロダクション。10歳の子供にとって、一冊の本を書くことは、 決して優しいことではない。この年頃は誰も文学についてよく知らないし、またほとんど興味を持っていない。でも僕はそれをどうしてもしなければならない。だってアミがもう一度彼に会いたいなら彼と一緒に過ごしたあの体験を一冊の本に 書かなければならないと言ったからだ。でも大抵の大人にとって、恐ろしいことの方が、素晴らしいことよりもずっと信じやすいことだから、ほんの一握りの大人しか僕を理解しないだろう。と、アミは言った。また、アミは、僕に問題が降りかからないように、 次のように言うことを忠告してくれた。これから語るすべてのことは、僕の単なるファンタジーに過ぎず、子供のためのおとき話だと。彼の言った通りにしよう。そう、これは、まったくのおとき話です。注意。 かっこ、大人のみに向けた。読み続けないように。きっと面白くないでしょここに書いてるのは、素晴らしいことばかりだから。